はいどうもこんにちは、奈々です。はい、今回はね、異能のカルテっていうゲームをやっていこうかなと思います。ゲーム紹介文によると、異能を秘めた子供たちとの対話を通して、彼らの持つ力の詳細を明らかにしていくアドベンチャーゲームですということでね、とりあえずやってみるか。全く分かってないんだけどね。うお。いきなり女の子。あら、新しい先生なのね。これが、なんだこれ、異能を持ってる子なのかな、もしかしたら。すっごいクセっ気だな、この子。17時と。はじめまして。この時間って必要なのかしら?なんかこれさ、カウンセリングゲームっぽいらしいんだけどさ、なんかめっちゃこの子が主導で喋ってるな。普通ってさ、これ多分主人公が先生だと思うんだけど、主人公が主に喋ってくんじゃないの?これは。私、お花に水をあげなくちゃならないの。お花か。お花ある。これか?この木か。観葉植物っぽいのあるけど。早めに終わってもらえると嬉しいわ。あなたは施設に免れたカウンセラーです。あ、やっぱそうなんだね。対象との会話を通して個性や異能の詳細を把握して、カルテの情報を埋めることがあなたの仕事です。制限時間は1時間です。結構長いんだね。状況を維持しつつ、信頼を積み重ねてできるだけ多くの情報を引き出しましょう。なのか、あれこれ、ご機嫌を伺いつつって感じなのかな?どんなゲームなんだろうね。とりあえずなんかこれがあるな。名前、エリカ。12歳。2月15日生まれ。性格、好きなもの、こだわり、トラウマ。能力の詳細、能力への対処。これ見てみる?あ、押せるわけじゃない。で、何をするんだ?とりあえずは。あなた、お花は好き?好き。あまり好きじゃない。俺好きよ、普通に。なんかね、だんだん好きになってきてるわ。年を重ねることに。私も好きよ。お、そうなんだ。お部屋でたくさんのお花を育てているの。戻ったらお花に水をあげなくちゃ。少し嬉しそうだ。観葉植物とかだったらいいんだけどな。ちょっと枯れちゃうのがもったいないよね。で、あとなんだ。あなた、新しく来た先生よね。新しい環境ってどう?うわ、まあ、慣れねえよな、これは。緊張する、楽しい。いや、緊張するだろ、普通。そうよね。私も新しい環境や人と関わるのは苦手よ。特にここにいる人、大人は、仕事人間って感じであまり好きじゃないわ。まあな、確かにな。みんな仕事でやってるからな、これ。なんかあんま親身になってくれる人はいないのかもね。あなたはそうならないでね。小声でアドバイスを受けた。ああ、しっかりお叱り受けてるわ。で、これハートが溜まるといいことが起きるのかな、もしかしたら。あなたには仲のいいお友達はいる?たくさんいる。あまり多くない。うわ、これどっちなんだろうな。どっちがいいんだろう、これ。この子にとって、あまり多くないにしてみるか。お、ハート止まったわ。そう、私と同じね。エリカは、少し寂しそうに微笑んだ。カルテに性格の情報を書き込んだ。お、増えたなんか。性格、内向的、人と関わるのが苦手。うわ、でも結構俺と似てるな。あと、このなんか脳みそみたいなマークあるけど、これは何なんだろうな。てかもう15分経っちゃったわ。ぬいぐるみについて聞いてみよう。お、手作りなの?お裁縫が趣味なの?すげえ器用だな、この子。こんなクセっ気なのに関係ねえか。今では私の大切なお友達よ。器用だね。貸してほしい。貸してほしい。器用だねだな。これさ、この子の髪の毛で編んだぬいぐるみとかじゃないよな、これ。呪いのぬいぐるみとかじゃないよね。ただの趣味よ。少し嬉しそうだ。自信作なの。少し見せてあげてもいいわよ。うお!心開いてくれた。エリカがぬいぐるみを貸してくれた。ぬいぐるみは何だろう?なんか、減ったな。脳みそが減ったな。少し生々しく、かと思えば、ゴワゴワとしている。やっぱり髪の毛入ってんじゃないこれ。エリカにお礼を言って、ぬいぐるみを返した。ありがとう。この話題は、もう少し掘り下げられるかもしれない。おう。じゃあ、このぬいぐるみについてもうちょっとやるか。もう一度ぬいぐるみについて聞いてみよう。この子は私を理解してくれる、お友達なの。ああ、やっぱ、でも、あれなのかな?この施設には、エリカ以外のなんかこういう感じの子はいないのかな?お友達が作れる環境ではないのかもしれないな。心を込めて作ったわ。友達を大切にしているんだね。少し子供っぽいね。煽ってんだろこれもう。これ煽りだろただの。うわ、これ怖いからな。ちょっと、こっちにしとこう。少し子供っぽいかしら。それでも私には大切なお友達で、私の一部みたいなものね。エリカがぬいぐるみを大事そうに撫でた。この話題はもう少し掘り下げられるかもしれない。ずっとぬいぐるみの話題しかないの、君たちは。で、なんかさ、主人公がもうちょっとさ、いい話題出してあげればいいのに。ああ、もう一度。
昔ね、喧嘩して仲の良かったお友達を傷つけてしまったことがあるの。もしかしたらこれ、異能で傷つけちゃったのかな、もしかしたら。私もカッとなって。その後のことはあまり覚えていないのだけど、まあ、この子だって今12歳でしょ、確か。小6だもんな。あの瞬間で唯一覚えている。私を見るあの目が忘れられないの。まあ、じゃあやっぱり異能使っちゃって、それが怖がらせちゃったのな。辛い思い出だね。傷つけるのは良くない。うわ、これはまあでもこっちだろうな。その子の家に謝りに行ったのだけれど、その子には会えなくて。ごめんなさい。昔の話よ。すっごい大人っぽいんだな、この子12歳のくせに。今はこの子が私のお友達だから、寂しくないわ。エリカはうつむいてぬいぐるみを撫でている。カルテにトラウマの情報を書き込んだ。お、増えたね。トラウマか。こだわり、トラウマ、あ、これか。俺、これさ、同じとこやんなよ、こだわりとトラウマを。友人を傷つけてしまった過去と、自分の能力に怯える相手の反応がトラウマ。否定されることを嫌う。ほうほうほう。ちょっと待って、もう10時、は、30分過ぎてんじゃん。ちょっと待って、あと何だ？これか？クレヨンを手に取った。え？4色のクレヨン。あまり使い込まれた形跡は見られない。いや、だってさ、小6でしょ？小6でクレヨンは、クレヨン遊びなんて、っていうか、絵を描いたりとかしないんじゃない？あまり、12歳でしょ？クレヨン、エリカに見せた。クレヨンなんてさ、幼稚園か小学校低学年ぐらいまでだろ。好きなものを描いていいの？できたわ。どうかしら。あ、結構乗り気だった。上手だと伝える。何かわからないと伝える。うわ、ここはね、ちょっとご機嫌を取りに行こう。部屋に飾ることにしようかしら。ちょっと見せてほしいな、それ。真っ白だけど。真っ白だけど、ちょっと、あれなのかな。俺には見えないのか。心が、くさんでる人には見えない絵なのかもしれない。エリカが微笑んでいる。喜んでいるようだ。あ、本当に何も書いてないじゃん、これ。ジュース見ている。ジュースを飲もう。少し心が落ち着いた。え、これさ、え、これエリカ側に置いてなかった、これ。これ、エリカのジュース飲んじゃったじゃん、それ。それは、そうだよね。え、そうだよね。悲しい顔を立ててしまった。こっちだろうな。水を飲もう、まあ。すっごい飲むね。すっごい飲むじゃん、お前。少し心が落ち着いた。いや、これは、普通だったら交換してあげないよ、せめて。あ、待って、あと50分しかない。ティッシュ、ティッシュ。ティッシュいじれない。こっちの、あ、本棚。本棚には絵本や図鑑。教科書の中に並んでいる。植物図鑑を手に取った。植物図鑑か。分厚い植物図鑑。いろいろな花や草木が詳しく紹介されている。あ、でもこういうのも意外と見るの面白いな。図鑑をエリカに見せた。あら、花の図鑑もあるのね。あ、確かに花好きって言ってたもんな。好きな花を聞いてみた。私と同じの名前の花。エリカ。エリカっていう花があるんだ。この花は私の憧れなの。ピンク色で、壺型の花が密集して咲くのが特徴の花のようだ。エリカはたくさんの花をつける、植物なの。名前は同じでも一人ぼっちの私エリカとは違うわね。少し羨ましいわ。うわ、なんでそれ。花それぞれの形状が美しい。たくさんの花が揃ってこそ美しい。何を言ってんだこいつは。どっちがいいんだろう。こっちにしとこうか。この花はネガティブな花言葉が目立つのだけれど、よく見ると、一つ一つの花が個性的で素敵よね。同じ名前だから、なんだか恥ずかしいわね。ありがとう。おうちと、エリカが優しく微笑んだ。カルテに好きなものの情報を書き込んだ。あ、待って、18時になっちゃった。もうこんな時間だ。1時間しか会えないの、このこと。今日はこれでおしまい。それじゃあ失礼するわ。うわ、これ、今日だけじゃないよね。次の日もあるよね、多分。お、情報の総合ランク B だって。好きなもの。なんちょっと音楽が怖いんだけど。好きなもの、ジャノメエリカ。あ、いや、ジャノメエリカって言うんだ、あれ。密集して咲く花だが、エリカはそれぞれの花の個性的な形状に惹かれているようだ。ほうほうほう。で、あとまあ、あとでもあと2つだな。情報。あれ、落ちた。あ、これ全部引き出さなきゃダメってことか、これもしかしたら。ここでアドバイス受けた。で、友達はあまり多くないするか。そういえば前の先生はどうだったのかしら。知らない。どんな人だったか聞く。どんな人聞くか。私も特に親しかったわけじゃないのだけれど。そうね。ただ苦しい人だったわ。仕事優先で私たち個人のことなんて見ていなかった気がする。ですの他の大人たちと同じね。あなたはどうなのかしら。すっごい言われてるぞ、主人公。お前はそういう、そんなやつじゃないよなって脅されてるぞ、今。
殴るように見つめられた。また行くか。あなたはこの施設の外から来たのよね。私はもうずっと外には出してもらえてないの。上そうなの。じゃあいつから来たんだここに。また大きな図書館や植物園に行きたいわ。いつか一緒に行こう。それは難しい。いやこれは一緒に行こう。ありがとう。嘘でも嬉しいわ。エリカは寂しそうに微笑んだ。ちょこれね時間やべえからな。マジであなたはどうしてここで仕事をすることになったの。子供が好きだから、研究のため。うわこれはこっちの方がまだいい気がするな。本当かしら。めっちゃ疑われてんじゃんお前。施設には他にも子供たちがいるわ。やっぱそうなんだね。他はあまり行かないけれど、みんなはよく広場で遊んでいるみたい。あ、じゃあエリカもそこに混じってみたらどうなの。エリカはどうしているのか聞く。なぜみんなと一緒に遊ばないのか聞く。いやこれだよな。あ、減っちゃった。好感度減っちゃった。人と関わるのは苦手って話したわよね。あ、そういえばそうだったな。確かにちょっと無神経じゃないかしら。うわ嫌われた。悲しい顔させてしまった。めちゃめちゃ嫌われたなこれ。この部屋正直あまり好きじゃないの。あなたのせいというわけじゃないけれど、なんだか息が詰まるわ。だってね、全部壁白いしね、机も白いしな。やだな。我慢してほしい。わかる。わかるー。あなたもそうなの？普通の感性の大人がいて安心したわ。もう少しなんとかならないのかしら。だってね、ここに監視カメラあるしな、しかも謎のティッシュがここにあって。やだな、なんか。この本棚もさ、ちょっと木の本棚とかにしてほしいよね。なんかこれ鉄っぽいしな。エリカは部屋を見渡している。お、まだいけるな。この部屋にも植物があるのね。ちゃんとお水をあげてるの？自分が水をあげている。もともと置いてあっただけ。いや、これでも嘘ついて、ちょっと植物好きアピールをしとこう。当然やね。当然だった。あともうちょっと風通しを良くした方がいいと思うわ。あ、確かにな、これ鉄格子だもんな、これ。それから、エリカからいろいろとアドバイスを受けた。おー、いいね。進んでるそう。話しづらそうだ。もっと信頼を得る必要がある。待って、嘘でしょ。ちょっともうでも10分しかねえな。あ、もう始まってから50分も経つのね。あなた、私とお話ししていて楽しい？いえ、こんなことを話してお、無駄ね。忘れてちょうだい。え、何か話したいことがありそうだったか。踏み込むには情報が足りない。うわぁ、もう無理だな、でも。え、ちょっと待って。びっくりした。あれ、ぬいぐるみいきなり貸してほしいんじゃ、ちょっとなんか顔にヒビ入ったんだけど、怖っ。なんか蛇の目じゃん、これ。とてもとても大切なお友達なの。渡してくれたか、人に触れてほしくなかったようだ。あ、終わった。中身は何だろう。少し生々しく、かと思えばゴワゴワとしてる。あ、これは一緒かな。返す、返さない。え、ちょ、返さないにしてみる。え、怖っ。え、怖っ。やば、これ使ったらどうなる。エリカに睨まれてしまった。こわ。え、なんだ。あれ、そういえばぬいぐるみを返してなかった。確かに。なんだ、中身が動いて。え、嘘でしょ。え、ちょっとなん、あ、おい、おう、え、怖っ。てか、お前いつの間にあそこに置いたの、ぬいぐるみ。エリカの代わりにしてたじゃん、今。エリカの代わりに話しかけていたのかな、今。ちょ、主人公怖えって、それは。あ、なんだ。話しかけ、あ、もう始まってから50分も経つのね。あなたは私とお話ししていて楽しい？こんな話をするの、する時間なんて無駄よ。あなたもどうせ、今までの先生と同じ。仕事人間ね、本当の私を見てくれない。私はずっとずっとずっと一人ぼっち。お、自分と友達になろう。超能力のことに教えてほしい。うわ、これどっちだ。これいきなり踏み込むのもちょっと良くない気もするな。あえてちょっと一回こっちにする。え、怖い。ごめんって。そんな怒んないで。そんな簡単に言わないで。私の姿を見たら恐ろしがるに決まっているわ。あの時のあの子と同じように、今までの先生と同じように。いえ、そうね。私、あなたとお友達になりたいわ。じゃあ、お友達になろうか。なってもいいからさ、ちょっとその目やめようぜ。あなたが私を否定しないように、そして私を恐れないように。あなたの頭も、目も、体も、すべて私の一部にしてあげる。え、怖っ。え、お友達になりましょう。怖すぎるって、おい。怖いって、これ。お前、すぐ逃げた方がいいよ、それ。すぐに逃げた方がいい、それ。
なんか吹き出しの位置がこの花が喋ってるみたいになってるから、これ。エリカがとても恐ろしい姿に変化した。すごいな、すっごい冷静に実況してんの、お前。じわじわと自分の体に草花が、蝕んでいる。お前、ゲーム実況者の才能あるんじゃない、それ。なんとかしなければ。なんとかする。どうすればいいですか。水飲む一回。一回水飲むか。草花に絡め取られて、思うように動けない。動けないんかい。動けないんかい。これ使う？これ。動けない。こいつか？狂気が溜めてそうにない。意識が。やっぱりあなたも、これまでの先生と同じだったわね。おやすみなさい。うわ、やだなぁ。終わった。B だ。能力の詳細は手に入れられたな。能力への対処だけかと。うん、ダメかも。お、待って。お、増えてる、なんか。絡みついた草花を引きちぎる。説得する。え？なんか増えてんだけど、選択肢。お、なんでだ、さっきまでできなかったのに。まあいいや。どっちか行くな。どっちにするか、一回。そんなことをしても無駄よ。無駄だった。腕や腹をた、ツタが突き破っていく。とてつもない痛みを感じる。息が、で、き、よーし、来たね。こっからだな。これで気、話しかけて説得する。そんなことをしても、本当の友達はできないと説得した。うるさい。あなたも私のことを恐ろしいと思っているわ。あの時のあの子も同じ目をしている、していた。そりゃね、あの時のあの子もそんな目になるわな、そりゃ。めちゃめちゃ怖いもん、こんな。今、エリカ12歳だっけ？その当時が何歳なのかわかんないけどさ、めちゃめちゃ子供なわけじゃん、まだ。いや、そりゃビビるわ。いや、泣くでしょ、もう。俺だったら泣いてるよ、そんな子供だったら。恐ろしいと伝える。説得する。ええー、ちょっと待って、またか。恐ろしいと伝える。いや、どっちがいいんだろ、これ。説得するか。説得せよ。エリカとの会話を思い出した。能力を持つ子供たちとしてではなく、エリカ個人のことを理解したいと伝えた。恐ろしい姿の私を見ても、あなたはそんなこと言うの？お、これいいかもの。成功してるっぽいな。でもあなたは私の話を聞いてくれた。確かにずっと聞いてた。この1時間で、1時間でめちゃめちゃ話聞いた。あなたを信じてもいいの？おう！友達になるか。どうなるこれ。戻った。体を蝕んでいた草花が引いていく。あなたは優しい先生ね。わかってくれた？そう、俺めっちゃ優しいんだよ。今までに来た先生は？みんな私の姿を見てすごく恐れていたわ。いや、そりゃそうだろう。俺も内心めちゃめちゃ怖がってたよ。でもあなたは私の姿を見ても恐れず私と向き合ってくれた。さっきは本当にごめんなさい。そんな私とお友達になってくれる？でも友達になるのにさ、そんな脅しよくないと思うよ、ほんと君、エリカ。もちろん、これからもよろしく。次回も楽しみにしているわ。やったー、クリアしたぞ、これで。S だ。やったー。